犬大好きで犬飼ってて、でどっちかっていうと猫ってちょっと信用ならねえぜって思ってたんですけど、この間犬散歩してる途中に猫拾いまして、拾ったんですよ。あらまあ、そりゃ猫なんてって思ってたその猫が可愛いんだよ。超可愛い。ものすげえ可愛い。それじゃあのどういう猫ですか。いやもう普通の三毛猫っていうかもういわゆるダッシュっぽい感じの猫なんですけど。それで犬の方が全然まあもちろん先輩だし体も大きいんだけれども、なんとなく気が弱くこう猫に遠慮しちゃって、猫はこうちびなりに堂々としてるなんていう様がとっても可愛い。それを見るのが本当に楽しいので僕はそろそろ帰ります。あれだね、今日銀玉のあれじゃなくて猫の話しときゃ中井くんすごい饒舌なんだよ。なんかでもほんと可愛い。猫はこんな可愛かったんだっていう。テンション高いよ。猫反応っていう全然分かんなかったんですよ。なんかもう信用ならないじゃん、犬は忠実だし絶対いいよって思ってたんですけど、なんか猫ってこんな可愛かったんだと最近そこで犬派の鈴村君思ったした。いや僕もガチの犬派なんですけど、僕犬の可愛さは変わらないんですよ、ね、でもなんか猫もいい、猫もいいんだ、猫も興味あるな、興味深い。
ジオネーム銀玉とパソコンが人生の生きがいマンからいただきました。大丈夫か。自称年齢100歳です。あ、生きてるな。長生きしてね。はい、私が井上さんを初めて知ったのはまさしく銀玉の将軍暗殺編でした。まだハマり始めたばかりの頃で、一国慶城編は漫画で読んだだけでアニメは見ていませんでしたが、初めておぼろの声を聞いた瞬間、脳天から脊髄にかけて電撃が走り抜けたような感覚がしました。なんだこの渋くて艶っぽい声は。おぼろを好きになったのは他でもない、井上さんの声がものすごく大きいです。なるほど、なるほど。井上さんの声を聞くために話の内容を知らないナルトのアニメや海外の機械映画を見たり、すっかり和彦ボイスの虜です。ナルト知っててくれよ、知ってやってくれよ。何を見ようか、ね、何を見ようか。サスケくんしか見てない子が若手でいましたよ。あ、マジか。内容が頭に入ってこない。まあ、あのサスケくんだけ見てるんでって言われて、ふざけんなお前って言って。お、内容大事よ。一話から見てあげて、ね、これからもずっと井上さんとおぼろが大好きですって。あ、よかった、ありがとうございます。よかった、はい、まだまだ ね、昔の作品もね、今いろんな媒体で見ることもできますから、うん、15、6の女の子に電撃走らしちゃう、うん、電撃ですよ。ビビ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 ビコンですよ、はい、すげえな。悪い会社があるもんだね。エレキじゃないギターだ。カズミさん、それはアコギ。うまい。いや、ご自分が言ってたんですよ。そう、俺が言ったの。カズミさん、自分の言葉に責任持って。エレキじゃないギターだね、アコギって言ってたのは、カズミさん自身で、他でもない。いいな。そんな面白いこと言ったのか。言ってます、言ってました。すごいな。銀魂大喜利。ちょっと待って。サイ絶対大丈夫だと思ってた人がいきなりサイって言ったよ。サーとハイが混ざってる。本気で言ったでしょ今。サーとハイ混ぜてもう。サバンナ的な雰囲気をね、出していこうかな。なんでサバンナ出すの、もう。ダメ、やめて、このラジオ。はい、ということで、ここからは、ゲストの鈴村さんと一緒に、よいしょ。事前にホームページで募集していた銀魂大喜利のメッセージを紹介していくのだ。今回も3つますよ。メールがですね、ラジオネーム銀さんの銀さんになりたいです。どういうことですよね。17歳の女性の方ですよ。はい、杉田さん、小屋さん、こんにちは。僕は呼ばれないのな。3月6日に行われた銀魂春祭り2016カッコ仮。なんでしょ、女子高生にモテてましたよ。すごく楽しかったです。声優の皆様の生の声を聞くことができて幸せでした。小屋さんの生声を聞けなかったのはとても残念でした。そこで気になったのですが、会場での小屋さんのメッセージに、裸で寝てお腹痛い痛いにならなければという言葉がありましたが、うん、本当に裸で寝てたんですか？寝てたんですか？どうなんすか？それから私は気になって何も手につきません。どうか教えてくださいと。うん、いや、裸で寝てるわけないじゃないですか。なんで真面目で返してる？真面目か！裸で寝るわけないでしょ？寝る人は寝ますよ。いや、僕基本裸で寝ることもありますけど、あれは一応一生懸命ギャグを考えて求められたから、そうそう、なんかこうなんていう、わざわざこうメッセージをね、うんうん、取ってこう流してくれるっていうから、はいはい、まあ真面目にね語るのもいいけど、うん、まあ多少面白いこと言ってね、受けの一つも取らなきゃいけないかなと思って使命感、そう、家で必死に考えたわけよ。考えましたか？全文考えましたよ。全文。その場で喋ってるようになるべくしようと思ったけど、多分無理だなと思って、全文考えて、頭から全部書いてやって、で、まあ皆さんその場にいるからって言って、はいはいはい、じゃあ一発、坂口大輔でボケとっかとか思いながら、坂、皆さん見たからね、ボケたら誰もいなかったって話を後から聞いて。全員ハゲてました。もったいない、ちょっと寂しかったなと。小屋さんのボケを誰も拾わないっていう、ね、必死に考えたさ、もったいない。だからあの中でも言ってるんですけど、リップサービスだと思ってもういろいろこう考えて、はいはいはい、もうボケから始まって、ね、もう本当になんかあのちょっといい声使ってみようかなとか、優しく言ってみようかなとか、普段やらないようなねこう優しさ出したりとかね、しながらそれが誰もいないステージに、誰もいないところでそうみんなになんかガチで聞かれたっていうすごい恥ずかしめを受けたみたいな感じでね。本当に、いやいや、でもね、そういうことだそうですよ。まあでもね、実際お腹弱いです。まさかそんなプライベート情報が出てくるとは。でもあれね、もう一つ言いたいのは、はいはい、あそこの下り考えてたわけじゃん、はいはい、うん、さっきも言ったように考えてたんだけど、うん、あそこをポンポン痛い痛いとお腹痛い痛いに迷ったんですよ。そのミニ情報いりましたかね。
いや、書くにあたってね。そうですね。普通だいたい、ちょっとなんか、ポンポン痛い痛いでって書いて言いたくなるじゃないですか。なりますね。ただ、そこまでやると、ちょっとあざといかな。なるほど。ちょっと狙いすぎかなと思って、そこは、ポンポンやめて、お腹痛い痛いってしたってところが、この、なんだろうな、作詞。